はい、レファムチャノアです。今回はですね、こちら、はい、孫悟飯少年期のシークレットですね、これを使っていきたいと思います。さあ、使用したデッキがベビトラ、孫悟空 BR、ベジービー、グレッサイ、バザフージのダーブラゼノで、最初に女の子、バーサーカーですね。はい、UM の12段かな、まあ、それの時にね、この孫悟飯少年期、はい、これをね、ベビトラと一緒に合わせましたが、再びこちらを使います。で、ダーブラが入ってるんで、まあ、そのビルスとかのね、ワンキルデッキにも対応してまして、このね、ダーブラのプロモーションがかなりいいんですよね。で、自分のサイトでもね、これ今月のおすすめに表示してますけど、まあ、あんな感じでね、技封じができて、なおかつ灼熱持ちと、はい、エナジー破壊とね、技封じなんで、まあ、どっちも強いで、HP4000、です。まあ、これがメインの動画じゃないんだけど正直メイン並みにね、活躍するんじゃないかなと思います。で、バトルアプリが2ラウンドですね。で、今回のデッキはこれね、まあ、どちらかというとこの3枚、はい、これの3枚をね、軸にして組んだんですけど、まずベビトラと女の子が普通に相性いいじゃん。で、それに加えてさ、孫悟飯少年期がいるんで、こうベビトラの弱点の悟飯少年期、ベビトラの弱点のパワーゲインをね、これで、阻止しながら、さらに女の子の弱点のね、倍増無効、これをベビトラでカバー、っていう感じのデッキです。はい、まあ、なのでそんなに怖いね、あれはないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、なんだこれは、チョイニット、あー、絶対そうだね、チョイニっぽいね。はい、あー、ただアプリが2ラウンド OK。 別に2ラウンドで多分チョイニット打てないと思うんで、それは怖くないんだけど、これさ、めっちゃ懐かしいね。いや、シャンパチョイニめっちゃ懐かしい。はいはいはい、なるほど、シャンパのチョイニがめっちゃ懐かしい。はい、まあまあまあ、1ラウンド安定の悟空ですね。ただ相手もエナジーそんなにたまらないと思うんで、まあまあ、普通にビルスが怖い。早っ、スタンプの速さね。したら、ここさ、まあ、ベジータ切っても意味ないんで、まあ、こんな感じにしようか。まあ、これ早速ね、敵にビルスがいるんでめっちゃ刺さりますね。はい、邪悪な策略、これをぶっ刺しながら、まあ、6枚出しで貫通で、こいつはね、まだちょっと切るのはもったいないかなっていうので、はい、下げましょう。貫通とはもいるしね、であればまあまあまあ、これでいいんじゃないかなと思います。さあ、シャンパで最速で安定のビルス1枚出し、まあ、正直ブルマ BR がいるんで、もう前ラウンド貫通なんですが、まあ、ここがちょっとビルスデッキ弱いですよ。はい、で、ビルスもさ、強いんだけど、正直その対策がめっちゃされてるんで、まあ、メチカブラとかこういう技封じ系ね、はい、これが来るともうどうしようもないと。はい、まあ、言うて貫通3連撃だから、まあ、2,3 が6,000のメテオ含めて8,000は減らされちゃうけど、まあ、それぐらいだったらね。はい、久々に見たね、これ。あー、そっか、これがあるからまあまあパワーめっちゃ上がるけど、一応ガード上がったところでね、ベビンクスで貫通なんで、はい、強いと、いいね。さあ行こう。まあ、今回パワーゲーン敵いないけど、まあ、なんかこれ普通に技なしでいけそうな気がするぶっちゃけいけそう。あー、微妙。はい、初っ端は微妙と。ほら、すごい、やばすぎでしょ。このさ、ベビトラで貫通にした時の火力がえぐいよ、ほんと。今更だけどさ、いやー、素晴らしい。さあ、次で最速。あー、どうか、よいしょ。さあ、これは8000ぐらい入るんじゃないかなと思います。あー、強すぎからのメテオ、はい、灼熱やりましょう。ドッカン、残り17,000。なるほどね。じゃあ気絶無効かけるか、まあ、7000制限かどっちかなんだけど、ね、ダーブラがこれ毎回発動するんで、正直ビルスは怖くないんですよ、って考えたら、まあ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 、気絶無効でもいいのかなっていうのはあるけど、7000かけてみようか。あ、やべえ、めっちゃ頑張った、やばい、めっちゃ頑張る。
あーやっぱ強いな、うん、言うて強いね。一応7000しようか次。あーなんかね相手に7000かけられるとワンチャンやばいかもしれないんで、まあまあまあ7000かけて、ベジータも切りましょう。はい、でご飯切れず、まあまあグレサいるんでね、ここはいいでしょう。はい、正直これも食らった方がグレサイ発動するからいいっちゃいいんだけど、はい、一応防げるところは防ぎたい。さあメテオでどうか、メテオで切るか、先にメテオで打ちそうな気がする。あ、てか記録ダメージ食らったからいいね。ピンチになった。はい、ラウンド2よし、7000、ここは念のため7000。多分またビルスのね一枚なしだと思うけど、さあこれで選択肢はなくなるはずだ。あ、何千か。あー、そっかそっか。まあ作戦は変わらずですね。連打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 。うろうろろ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 ろ。鬼連打、鬼連打。ぶだ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 。これ勝ちたい。あー、相手も連打だな。相手も全なしの連打。あーだね、そうだね。はい、クイックは取った。で、一応ここも貫通と。よし、ここも貫通。さあ、これは女の子がもう無双ですね。はい、ここまで来ちゃうと、あ、もう国家メと竜剣で持っていけるゾーンと。はい、ワンチャンちょっとね、あれを確保したんだけど、乱戦？ちょ、乱戦確保したんだけど、まあこれだったらまあ大丈夫そう。よいしょ。いやー、ズドドドド。はい、イケメン。さあ、行くぜ。技は打ってないけど。これもまあ何気優秀っすよね。はい。まあ、ガードも4000。で、エナジー5で、親亀フルパワー。これの係数いくつあるかわかんないけど、まあ最近の新キャラってだいぶ高いから、まあ9か10ぐらい。貫通にすればね、まあそこそこは入ると思います。しかもバーサーカーだし。はい、出た出た。いやー、これ懐かしいな。ゴッドミッションの頃毎回のように使ったんだけどね。さあバーストソウルからの、あーいいね。まあ乱活されたとしても次で先行取れるんで、あ、大丈夫そうですね。さあ行くぜ。さあこれどんぐらい入るかな。貫通で先行だから1号ぐらい。あーいいね、17000、1700、強すぎ強すぎ。オッケーオッケーオッケー。いやー強い、相変わらずぶっ飛んでるなこれ。はい、あ、ちなみにこれナットキングさんのオリカーっすね。こんな感じ、いいね。なんかこれのおかげでアバターを使うモチベーションが上がるっていう。はい、やばいよね、クオリティ半端ないよ。あー、やらなかったね。まあまあまあ、さすがにこれはもらったでしょう。さあ相変わらず最速が微妙、最速があんまり決まらないね。いや、にしても最近ちょっと技が打てなさすぎるからちょっと考えなきゃだよね、あれ。ああ、オッケー、最後は決まった。マジでこういうデッキが強いよね今って。こう技はもう打てないから、だったら転送とか、あとはこういう女の子貫通とかでダメージ与える。なんだこれ、 あれか。まあ相変わらず女の子ベビトラは強いという、まあ本当にこのなんて言うんだろうな、3枚セットだよねこれ。女の子、ベビトラ、ご飯少年期、これマジで3枚セットで強い。で他の枠は正直今回多分自由枠みたいな感じなので、まあ他で守って、ここで火力出すと、でこれでパワー安定化させてみたいな、であわよくばこれでね3ラウンド先行、みたいな。はい、まあ極炎のゴッドメテオとか来ちゃうとね消せないんで、それ用でね一応これ入れてるんだけど、まあこれがいれば最悪で3で先行も取れるし、
これで、記録のケアができるんで、はい、さっき別にこれ出してよかった今思ったけどっていう感じで、女の子アバター使っている人はぜひこのデッキ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。